あ、ヘズマリュウだ。ヘズマリュウだ。ヘズ、こんにちは。ヘズマです。ヘズマです。いいえ、チコビドウです。リキアニギ、リキアニの、ニのチコビドウです。ライブがしたいチコビドウです。今回ね、フィギュア買ってきました。アマゾンでね、4倍の値段がついている、ついてるっていうか、それを間違えて買ってきました。デアゴスティーニやったんやけど、買うてみたら学研やったっていうね、そういうフィギュア。それ定価もね、500円やったと思ったんやけど、650円になってました。っていうか、それも学研やって知らんかったから、まあ、本屋でね、俺の小銭をかき集めて2体分買ってきました。売り切れですよ。っていうかな、これとディアゴスティンの方あったんや。そっちの方が売れてたんかな。あ、それは、あれか。朝原商工とか載ってるよ。これ。ね。そっちの方が面白いかな。朝原商工とか。ね、伸びるやつ、これはどうなんやろ。ね、これも流行るんちゃう、知らんけど、本屋で売ってたつながりで開けてみます。これデアゴスティーニのやつは500円やったんやな。俺これ何プラモデル、これなんか恐竜？最強幻獣モンスター？モンスター？え？ちょ、モンスター？俺モンスター？モンスターが欲しかったの。俺ぐにゃぐなやつ、おい！おい！何これ、プラスチックやんけ、やられた。やられた。プラスチック？プラスチックやんけ、これ。プラスチック、恐竜図鑑、すごい、何これ。俺ぐにょぐにょのぐにょにょぐにょにょぐにょのぬいぐるみが欲しかったのに。あ、何これ、牛、あモンスターや、モンスター、牛、牛のモンスター、牛のモンスターやったぞ。ああ、牛のモンスター。ねえ。これはこれで売れると思うかな。あ、でもぐにゃぐにゃの方が面白いな。くそ。あれは高いんやろな。あれは面白そうやわ。動画見たら面白そうやね。これは思んないな。おもんない。まあ、伝説、学研的な、二体もこうてもうた、俺。くそ。これね。はい。俺の戦争は終わりました。うん。しょぼーんっていうか、欲しいな、あれ。アマゾンで買おうか、あれ。ぐにゃぐにゃのやつ。ぐにゃぐにゃの伸びるやつ。ストレッチミュータントや。ストレッチミュータント。ゾンビのやつも欲しいな。というわけで、チコビドウでした。